永山さんされたことってどんなことなんですか？お客様が満足いただくっていうのはもちろんなんですけれども、よくあるのがやっぱりお客様は神様だみたいな、まあ、正直あると思うんですけど、はい、ありますね。これやったらモテるっていうのがあるので教えていただきたいんです。メンズの方でモテるメニューもズバリ人生に目指すもん。こんにちは、柏島です。今回は大阪からですね、株式会社クロムの永山さんに来てもらってます。よろしくお願いします。お願いします。前回ですね、同じ大阪のみのり先生からご紹介をいただきまして、はい、今日はわざわざね、大阪からまた来ていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。初めてご覧になった方もいると思うんで、簡単に自己紹介いただいてもよろしいでしょうか。株式会社クロヌの永山沙織と申します。私はですね、大阪府堺市初芝というところでプリンセスエステティックサロンクロヌを、経営しております。でまた東京ですね、東京銀座並木通りでですね、勝ち組サロン、みんなでサロン経営っていうのを運営させていただいております。めちゃめちゃ高立地ですね並木通りって響きだけでも僕もうビクビクしちゃいますもん。そうですね、はい、銀座のね、シェアサロンの話とかもこれからちょっと伺っていきたいと思うんですけども、はい、経歴としてはエステがねメインで脱毛もされているってことなんですけど、はい、簡単なそういう受賞歴とかなんかあれば教えてください。大阪府堺市の、プリンセスエステティックサロンクロノはですね、2013年に、オープンしまして、うん、私の方で、エステティックグランプリっていうのがありまして、エステティックグランプリを、2014年ですね、うん、から、私自身実行委員として活動させていただいておりまして、顧客満足度っていうのがあるんですけれども、そこの、顧客満足度っていうのに、当店も、エントリーっていうのをしまして、そこでは、顧客満足度をいただくためには、覆面調査っていうのがありまして、うん、お客様に扮してサロンにご来店いただいて点数をつけていくんですね。その点数っていうのが200点満点が満点なんですけれども、私自身200点満点中200点を2回いただきまして、素晴らしい素晴らしい。スタッフにも、200点を取らすことができましたので、本当にお客様に満足いただく、サロン作りができております。ありがとうございます。概要欄にインスタ載せとくんですけども、いつも予約でいっぱい10年続く愛されるサロンの作り方ということで、キャッチーなコンセプトで僕もねめちゃめちゃ気になってたので、今日お会いできて とても嬉しいんですけど、これ見てる方のためにちょっと簡単に10年続く愛されるサロンの作り方、どんなものなのかとか集客の仕方とか、その辺とかねちょっと伺いたいなと思います。10年続くサロンっていうことで、そもそもやはり、サロンをオープン、言ったら開業するときにですね、趣味程度でサロンするのか、それともやっぱり長く続くようにサロン作りをするのかっていうので、私としてはやっぱりせっかく、お客様が、数あるサロンの中から、当店を選んでいただいて、通っていただいて気に入っていただいたにもかかわらず、もうたった1年で終わってしまうとかっていうんではなくって、やっぱりその方たちが路頭に迷われないように、どうやったら長く続くかっていうのを常に自問自答しながら、お客様の満足ももちろんですし、そこからお客様に対しての、リピートであったりだとか、また紹介制度っていうのを、作り上げていって、お客様がいかに長くご来店いただくかっていうことを考えてサロンをしております。素晴らしいです。さっきのね、S グラでもやっぱご自身もそうですし、スタッフにも満点を取らせたことがあるっていうのは、すごくちゃんと仕組み化がねできてるショップかなと思いますし、やっぱ10年続くサロンってキャッチーだと思うんですけど、皆さんも多分ビジネス始めて多分 1,2 年で終わりっていう人いないと思うんですよね。やっぱ長くやりたいと思いますし、今永山さんもおっしゃってくれたので、お客様はやっぱずっと通いたいですよね、気に入ったらね。だからお客様のためにもちゃんと存続できるようなビジネスモデルだったりとか、仕組み化がめちゃくちゃ大事だと思うんですけど、それを作り上げるために、永山さんされたことってどんなことなんですか？お客様が満足いただくっていうのはもちろんなんですけれども、お客様の関係性もそうなんですけれども、よくあるのがやっぱりお客様は神様だみたいな、正直あると思うんですけど、はい、ありますね。もちろんそれも大事なんですけれども、でもやっぱりお客様の一歩前を歩いて、お客様にやっぱついてきていただくっていうことがすごく大事だと思うんですよね。何でもやっぱりそのお客様の言うことを全て受け入れてしまうっていうことをしてしまうと、どうしてもお客様っていうのは逆に言えばそれがクレームにつながったりとかっていうこともやっぱりありますので、当店正直10年続いておりますが、クレームがほぼない。素晴らしい。それをするためにはやっぱり事前準備であったりとか、はい、やっぱりお客様に何を伝えないといけないのかっていうのがやっぱり重要にはなってくると思うんですね。お客様
が、まあ、10年通うためにはやっぱりそのお客様を飽きさせないっていうのもすごく大事だと思うんですね。やっぱりメニューっていうのも同じものばかりではやっぱりお客様にとっても飽きてしまいますし、やっぱりお客様が、正直当店はもう本当に5年以上の方がほとんどなんですね、はい、来ていただいてるのが、なので私たちもそうなんですけれども、お客様もやっぱり年齢を重ねていくので、やっぱりそのお客様の年齢に合わせたメニューであったり機械の選定であったりということをして、本当にお客様と一緒に成長していくっていうような形ですかね、ありがとうございます。顧客満足度も高くてね、クレームもほとんどなくて、しっかりちゃんと教育もできて、まあ、10年続くさん愛されサロンを作れてる中山さんなんですが、最初は皆さんと一緒で何もないところから始まったというか、もともと企業さんなのもね、途中から家庭が最初でその後に企業ですよね。そうですね。この辺ちょっとこう深掘りしていっても大丈夫ですか？どんな感じで企業まで行ったのか、はい、私には娘が3人おりまして、はい、27歳の双子のお姉ちゃんと、あと20歳になる、はい、まあ、三女と、あと結婚28年目の旦那さんがいてます。はい、私は10代の時に上の子を出産しまして、で25歳で三女を出産し、その出産した時にやはり自分がこの子たちから手が離れるのが早いなと思って、この先その先どういう風な人生を送ろうかなって思った時に、やっぱり私も自分でお店を持ちたいと、やっぱり美容も好きだったので、仕事をしながら子育てをしながら美容学校に行き、35歳まで主婦だったんですけれども、35歳から起業して、2013年4月にクロノをオープンして、で来年2023年でちょうど10年っていう形になります。素晴らしいです。本当やっぱ家庭がねあって、でそこからちゃんと35で起業されたと、はい、いうことなので、多分皆さんね、見てる方は結構20代の人とか多いと思うんですけど、お子さんが3人いて主婦でも35歳からでもここまでなれるというところがね、皆さんやっぱ僕もお伝えしたところだったんで、まあ、この後ちょっと深掘りしていくんですが、その前にクロヌってすげえおしゃれな名前だなと思ったんですけどクロヌってどういう意味なんですか？クロヌとはですね、フランス語で王冠っていう意味を持ちます。おしゃれで、その王冠っていうのはあなたの心に王冠をっていうのがコンセプトです、ね、おしゃれでやはり、私としてはお客様をもう心から変えるっていうのがコンセプトで、心が変わればお肌が変わる、はい、心が変われば体も変わる、心が変われば人生も変わるということで、本当にお客様の心の中に常にクロヌがある、まあ、何か、まあ、やっぱり健康状態であったり美容のことであったり、まあ、いろんなことを相談したいっていう時にはいつでもクロヌを思い出してくださいねっていうことで、クロヌと名付けました。素晴らしいですありがとうございます。なんか名前もおしゃれなんですけど、ちゃんと理由があって、で、はい、さらに僕すごいいいなと思ったのが、はい、コンセプトがすごいしっかりされてるじゃないですか、はい、10年続く愛妻サロンとか、はい、今もそうですし、クロヌの由来もそうなんですけど、コンセプト僕めちゃくちゃ大事だっていつも動画で言ってると思うんですけど、長田さんもコンセプトだったりとか多分ターゲットだったりとか、そこら辺をね多分しっかりされたことそ今があると思うんですけど、最初って35歳で起業された時って多分起業1年目何も分かんなかったと思うんですよ、はい、どうやって起業したんですか？そもそも、まあ、私自身大手のエステティックサロンであったりとか、はい、エステサロンで社員で働いたりっていう経験全くないんですね。はいはいはい、意外ですよね。大体大手に勤めてて独立みたいなイメージなんで。そうですね。そうですね。なので本当に個人サロンで、まあ、20年ぐらい前なので、はい、時給700、はい、いくらっていう。懐かしい。僕もギリギリ分かります。はい。分かりますか？そんな時代に、はい、まあ、パートとして働いて、5年間働いたのし、本当にさっき言ってた子供が大きくなって自分で起業したいって思った時に、本当に最初はまあ自分で安易にこんなメニューで、まあ、例えばホットペッパーに出せば集客できるだろうとか、なんかすごく安易な考えでオープンしようと思ってたんですね。めちゃくちゃ多いですよ、そういう人。そうですよね。そうじゃないのって思ったんですよ、多分それだと本当に正直やっぱり起業っていうのは難しいと思うんですよね、はい。でそんな中、まあ、私がその先ほど、お話しさせてもらったエステティックグランプリっていう団体ですね、うん、そちらの、勉強会っていうのがありまして、でそちらに参加させていただいて、参加させていただいた時にたまたまグループセッションっていうんですかね、はい、その中で前後でこう会った方がいてるんですけれども、はいはい、その方とまた懇親会って言って次にお食事ですね、を行った時にまた隣同士になったんですね。すごいですよね。そうなんですよ。もうなんかその時からご縁かなとは思ってたんですけども、はい、やはりその方に、どういうことされてるんですかっていう話をした時に、オープン1ヶ月弱ぐらい前にお会いしたんですね。で、
私はこういうのでサロンを立ち上げてやるんですって言った時に、その方はもうすでに、エステティックを、サロン5店舗、5、6店舗されていて、はい、飲食店もされてるっていうことで、うんうん、結構やっぱりもうすでに成功されてる方だったので、まあ、私の話を聞いた時に、いや絶対うまくいかないよってやっぱり言われまして、はい、言ってくれたんですね。そうなんです。すごいですよね。そうなんです、うん、えって思って、どういうことですか、はい、ってお伺いした時に、うん、あなたは趣味程度でするのか、やっぱり本当に長く続けて、うん、やっぱり最初から利益をしっかりと出して長く続くサロンを作るのかどっちなんですかっていう質問をされた時に、うん、やっぱり私は趣味程度ではなくってしっかりと利益を出して長く続くサロンを作りたいですっていうお話をしたら、そしたらちゃんとコンセプトから全てを決めていかないと、うんうんうん、もう正直オープンしてすぐに潰れてしまうよっていうのをやっぱり言われましたね、うん、これ結構あるあるですよね。長田さんも多分今ね指導される側だから同じこと言ってるかもしれないですけど、僕もいつも言ってる通り、例えばコンセプトの設定とかね、そういうところが大事で、何がすごいかっていうと、長田さんやっぱそういうところに行って、でそういう方とお話をしてちゃんとアクションしたからこそ今があると。もしその出会いがなくてそのまま始めてたらどうなってました？長田さん多分もう半年、1ヶ月も持ってないかもしれないです、はい、そうですよね正直、はい、結構安易な方が多くて、はい、SNS やっとけばとかホットペッパー出しておけば ね集客うまくいくと思ってる人いると思うんですけど、うんうん、ただみんな考えてることなんで、はい、そうじゃなくてそこから逆算して、はい、どんなお客さんに、ね、届けたいのかとか、うん、ね、どういうコンセプトで何を価値提供していくのかっていう、そういうところが非常に大事 で、はい、で多分これ見てる方もね、右も左も分かんなくてこれからやろうと思ってる方もうまくいってない方もね多分いらっしゃると思うんですけど、やっぱりそこが非常に大切。やっぱ長田みたいにそういうアクションをしたからこそそういう出会いがあって、コンサルといいますか、まあ、ちょっとそういう風にね、はい、サポートをしていただいて最初スタートをしたっていうのが多分一番今のね長田さんがあるのかなとは僕も思ってるんですけど、その方に出会ってなければ、うんうん、でその方のお話を聞いてなければ、はい、多分今の自分はなかっただろうなっていう風にやっぱり思いますね、うんうん、はい、そういう出会いがあって自分で手探りで、はい、ナビも入れずに車走らせるよりかはやっぱりしっかりナビを入れて分かる人にこう話を聞いて、はい、まあ、ちゃんとスタートダッシュが切れるような方法が僕もいいと思っているので、まあ、特にやっぱ女性起業家の方とか僕よりも多分長山さんとかも、ね、話しやすいと思うんで、まあ、うまくいってない人もこれから起業されたい方もね本気だったら、ちゃんと返してくれますんで、まあ、ガヤダのリンクからインスタのフォローをしていただいて、ちゃんといろいろね長山さんの発信見た上で分かんないこととか個別の相談は長山さんにしていただければと思いますのでよろしくお願いします。そういう人たちに向けてなんか女性経営者の心得みたいなのをねこれからやる人向けにちょっといただきたいなと思うんですけど、女性経営者になるなんかメリットから伺ってもいいですか？やっぱり私も正直主婦のまんまだと、はい、うん、こんな素晴らしいご縁とか人脈とか人間関係とか、はい、環境っていうのは想像もつかない、うん、もうなかっただろうなってやっぱり思いますね。そうですよね、劇的に多分人生変わったと思うんですよねそうですね、はい、大変なこともたくさんあったと思うんですけど、はい、生半可な気持ちではやっぱなかなかできないので、うん、まあ、これを聞いて安易にね始めるとやっぱ失敗したと思うんで、長山さんみたいな人にちゃんと話を聞いてからスタートした方がいいと思うんですけど、人生変わりますよね。そこが一番メリットというか、そうですね、やっぱり、うんうん、多分こんなこと起業してなかったら味わうことも、うんうん、本当に経験することも、はい、なかったですし、私いつもやっぱり思うのがやっぱりご縁ってすごく大事だと思っていて、はい、出会いっていうのはもう必然かなっていうのもすごく思っていて、うんうん、その方その方にとってもうとにかく感謝するっていうことを常に心がけてるので、そうすることによってまた素晴らしい方にこうご紹介いただいたりとか、はい、いろんなご縁がつながるっていうことがあるので、うんうん、そうすることによって自分自身もやっぱり成長ができるっていうことがありますよね。そうですね、はい、僕も美濃先生からねご紹介いただきまして、もう本当に出会えてよかったなと思いますし、これを見てるね女性起業家の方とかやっぱビジネスがうまくいってない人をフォローしていただいて相談した方がいいと思うんですよね。勇気いると思うんですけど DM するのも、はい、だからちゃんと丁寧に本気な気持ちが伝わればね返してくれると思うんで、うまくいくにはうまくいってる人の話を聞いて学ぶ、真似することが僕は非常に大切かなと思うんで、もう僕でもいいですし長田先生にちょっといろいろ聞いていただければと、思います。で、女性がこれから経営者になるにあたって、まあ、具体的にどうやったらその女性経営者としてやっていけるのか、なり方みたいなのについてちょっとお話聞いてもよろしいでしょうか？女性でも男性でもそうだと思うんですけど、やっぱり経営者になるっていうのにはやっぱり相当な覚悟って必要だと思うんですよね、はい、その通りで、やっぱりもう本当に経営者になると日々もう決断の連続で迷ってる時間もないですし、はい、もう本当にすぐに進まないとやっぱりビジネスチャンスであったりだとかっていうのもやっぱりつかめないですし、はい、本当にその決断力っていうのはすごく大事になってくると思うんですよね、はい、私もそうなんですけれども、
どうしてもやっぱり一人で考えたりとか、もう一人でこう悩むとこう周りが見えなくなってきたりとか、本当にこれで合ってるのかなとか、もうダメなんじゃないかとかってすごく落ち込んだりとかっていうこともあると思うんですけれども、でも正直もう私もそうなんですけど、もう動いてしまってやってしまえばもうどうにかなると思うんで、進むしかないんですよ、ね、はい、そうですね、行動あるのみ、本気で行動するかしないかだと思うんですよね、はい、でそこまでのやっぱり覚悟と行動力っていうのがやっぱり自分自身に、まあ、あるかないか、うんうん、でやっぱりそこに相談する相手がいるかどうかっていうことが大事なんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。なので、やっぱね、本当に勇気を出して DM することもそうですし、冒頭にも言った、長山さんが始めた銀座のシェアサロンが、はい、なんかシェアサロンって聞くと、ただいろんな人がね、集まってこう場所借りて、成長するだけでしょみたいなイメージあると思うんですけど、実はそうじゃないということで、まあ、いろんなね、ものをシェアして、勝ち組サロンという名前の通りなんですけど、はい、ちょっと具体的にどんな感じなのかご説明いただいてもよろしいでしょうか。勝ち組サロンというのは、やっぱり、これからさらにまた上に上がりたいなとか、またステップアップしたいなって、本当にまだ起業してないけれども絶対に成功するんだっていうやっぱり意識を持った方っていう方のためのサロンになるんですね。私もそうなんですけど、その大手ではなくて本当に小規模サロンのオーナーさんって、やっぱり一人オーナーさんもいれば、これからサロンでスタッフを抱えたいっていうオーナーさんもいらっしゃったり、またスタッフを抱えながらやっぱりいろんな問題を持たれてたりとか、まあ本当にお悩みってそれぞれ違うとは思うんですけれども、本当に一人で悩んで抱えてるっていうよりかは、やっぱりそういう中で皆さんとのコミュニティであったりだとかで、やはり吐き出す場所、聞いてもらうオーナーだからこその悩みとかっていうのをやっぱり聞いていただいて、みんなでそれをまあ導いていくっていう中で、まあ、私としても今させてもらってるのが、そのサロンオーナーさんの成功ストーリーを描くっていうことで、オーナーさんの未来設計図ですね。なのでやっぱりオーナーさんも一人オーナーさんだったら一人オーナーさんで、やっぱり年齢とともにこれからサロンワークをまだ頑張ってガツガツやっていくのか、でもやっぱりもうそろそろまあフェードアウトして、じゃあその次にもう一本の柱を持つのかとかっていう選択肢、それぞれサロンオーナーさんの現在地ですね、現在どういうふうな悩みを持っているのかであったりとか、その悩みに対しての課題ですね、何が必要なのかっていうところの課題、その課題に対しての、まあ、どういうことをしていけばいいのかっていう手段っていうのをサロンオーナーさんにご提案して、みんなでそれをいい方向に持っていくっていうような形ですね、うん、もうみんなでね、だから作り上げとか、まあ、オーナーは孤独ってよく言いますけども、はい、まあ、皆さんがね集まってるんで、いろんなオーナーが集まって一つのサロンを作ってるようなイメージだと思うんですけど、まあ、本当にただみんなね別々の部屋でこう挨拶もしないで、ただただお客さんやってみたいなシェアサロンではなくて、より高みをみんな目指して、おのおのもちゃんと相談できて、自分で独立するときってやっぱテナント抱えたりとかね、いろいろこう税理士しちゃったりとか、会計しちゃったりとか、弁護士だったりとか、フォトペーパーの集客だったりとか、いろんなこう課題があって、お金がかかる部分あるんですけど、シェアサロンだとそれをみんなでこうシェアしてやるので、みんなのちょっとした力がめちゃくちゃ大きいものになって、一つのシェアサロンとして銀座でボンとやれるっていうのがメリットだと思うんで、個人でね、税理士どうすればいいのかとかね、弁護士どうすればいいのかとか悩む人多いと思うんですけど、はい、銀座のシェアサロンさんだったらそういうのも全部解決できますし、やりながら変えていく悩みも一個一個やっぱ相談できる、まあ、長野さん中心にいろんな方に相談できるっていうのはめちゃめちゃメリットだと思うんで、ここもね、僕は新しいあり方だなと思うんで、ぜひ興味ある方はインスタの DM からフォローしていただいて相談していただければと思います。僕一応脱毛業界の人間なんで、はい、最後に恐縮であるんですけど、女性目線で男性のなんかおすすめのメンズ美容をちょっと伺いたいなと思ってて、はい、脱毛もやられてるんですけど、本業はエステティシャンということなんで、はい、エステ系のメニューとかも含めて、まあ忖度なく、僕脱毛系なんで忖度なく、今の日のメンズこれやったらモテるっていうのがあれば教えていただきたいなと思います。メンズの方でモテるメニュー、もうズバリ全身脱毛だと思うんですね。大丈夫ですか、僕のなんかやらせみたいになるんですか。僕はこれ台本じゃないですからね、はい、これもちゃんとね、はい、はい、これ、ね、口合わせしてないですね。してないですね。これ本当女性が一致意見なんでね、ちゃんと聞いていただければと思うんですけど。そうですね、はい、やはり私も、まあ、こういう、まあ、お仕事、まあ、経営者として、はい、一番最初に思ったのが、この名刺交換をさせていただくときに、はい、本当に男性の方のお手書きみのり先生も言ってました、本当そうなんですよ、はい、
でやっぱりこの袖から出る毛が気になって、はい、でなおかつやっぱり毛っていうのはどうしてもやっぱりこう汗をかいたりとか雑菌とかってなるとやっぱり匂いの元にもやっぱりなりかねないっていうことにもなりますし、はい、それこそ半パンからはみ出るその足のすね毛であったり、はい、電車でこう持ってるここもそうですし、はい、あの袖から見える、はい、まあ、半袖から見える腕というんですかね、はい、もうとにかくじゃなければいいのにって本当に思いますよね。来ましたが、僕が言うとポジショントークみたいになりますけど、女性が言ってるんですから間違いないですよ、本当、はい、はい、もう絶対おすすめですね。マストですよね、やっぱりね。マストですね。ない方のやっぱり清潔感とかっていうのは、はい、やっぱり女性からしてもお肌自体も綺麗になってるっていうのはすごくメリットあると思います。そうですね、はい、まあ、毛がなくなるだけでやっぱ肌もね綺麗になりますからね、はい、めちゃめちゃこれはメリットですよね、はい、そうですね、はい、なので僕の視聴者は結構男性が多いと思うんで、ここまで見てる男性はもうね絶対やると思うんですけど逆になんかエステ系の、あの業界にとってエステから入るんですけど脱毛後から追加する人も多いと思うんですけど、多分長山さんもそんな、はい、そのパターンでした。そうですね、もともと当店では創始でフェイシャル小顔っていうことと、うんうん、はい、あと漢方アロマリンパマッサージっていうのがありまして、はい、それが入り口でまあお客様来ていただいたんですけれども、うんうん、そのタイミングで、まあ、それこそうちもコロナになって、はい、コロナのタイミングで、まあ、正直当店40代以上の方がまあターゲットで、まあ、40代以上の方が通ってくださってたんですけれども、正直コロナになるとやっぱりなかなか皆さん外出されないっていうことで、じゃあ正直この先どうしようかって思った時に若者をターゲットっていうところで、まあ、脱毛という意味で、はい、っていうところで攻めたんですね。で脱毛器を入れた結果、それこそやっぱり若い子がご来店くださって、うん、コロナ前のお客様2倍ぐらいに増えて、素晴らしい、めちゃめちゃ素晴らしいってね。そもそもお客様との関係性ができてるので、お客様からのご紹介がもう多くて、うんうんうん、やっぱりお客様の息子さんや娘さんのご紹介もあったりだとか、うんうんうん、まあその方たちのお友達とかで、どん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 やっぱり紹介性が広がりまして、脱毛器も正直2ヶ月ぐらいではもう回収できてます。素晴らしい、はい、なかなかね高い買い物だと思うんですけど、やっぱ2ヶ月ぐらいでね、はい、ペイできちゃうということなんで、今思ったのは、まあ、男性はねもちろん全身脱毛やった方がいいですよっていうのが一つなんですけど、はい、これ見てる女性経営者の方で、はい、間口がねあの脱毛専門でももちろんいいんですけど、美容室理容室、エステの方とかも結構最近脱毛を後から導入される方が多くて、その辺の方にも僕もコンセプト設定だったりとか添削をいろいろするんですけども、はい、まあ、長山さんもそのパターンだったということなんで、はい、まあ、ぜひねあのエステに限らず他の業種もそうなんですけど、はい、脱毛ってやっぱいい起爆剤になるというか、あの今までと違うニーズのお客様がやっぱご来店されると思うんで、うん、本当に売上2倍とかあのマシーンの回収ってめちゃめちゃ早いと思うんで、今何かビジネスを店舗のビジネスをされる方とかはぜひあの脱毛をね検討していただけると、高野さんが女性として男性はやっぱ全身脱毛がね魅力としておすすめっていうぐらいなんでメンズの脱毛とかも需要高まってますし、女性もね当然需要高まっていると思うんで、まあ店舗ビジネス今やられている方はぜひ脱毛ねこれから導入してもらえると、いいんじゃないかなと思います。そんななんか脱毛以外であのこれやっとけばいいってなりますか、男性の。やはり今コロナ禍でこのマスクっていうのがあるんですけれどももう少しするともうそろそろマスクを外してもいいんじゃないかっていう時期に来るんじゃないかないかと思ってますので、うんうん、やはりマスクを取った時に男性も女性もそうなんですけれども、取ってあのくすんだ顔っていうよりかは、はい、取った時もあの美白ですね、うんうん、やっぱり白くて綺麗なお肌っていうのをやっぱり男性もこれから必要だなっていうふうにはやっぱり思いますね。その方がいいですよね、はい、やっぱねマスクで肌荒れとかねあると思いますし、ひげ、うん、とかでねあの黒ずみの人とかもいると思うんですけど、はい、まあ、これからに合わせて、まあ、やっぱりフェイシャルですか。そしたらじゃあ一番有効なのはフェイシャルですね、うん、で本当にまあそれこそおひげ脱毛ってやっぱりあのひげ剃りをするだけで肌荒れってやっぱりすごくすあの起こってしまうので、はい、うちもあのひげ脱毛されるだけでそれだけでもお肌が綺麗になる方も多いですね。男性でもあの特に中高生でも脱毛しますし、そうです、ね、大人男性もやっぱ結構フェイシャル受ける男性増えてるので、うん、やっぱ脱毛をね、これから女性経営者の方もプラスして、まあ、脱毛だけじゃなくて、フェイシャル機能とかね、あの僕もネクステっていうマシンをプロデュースしてるんですけど、はい、フェイシャル機能とかもついてるので、やっぱ脱毛とかフェイシャルができる、あの脱毛器を選んでいただいて、はい、メニューにプラスしていただいてですね、本当にこう男性ターゲットとかでも、あのかなり、集客の幅が広がると思うんで、あのその辺もね、ぜひ皆さんチャレンジしていただければと思います。ということで、いろいろね、根掘り葉掘り聞かせてもらって、動画では伝えきれてない部分たくさんあるんで、まあ、これを見た女性経営者の方、もしくは男性でもいいんですけど、授業
まくいってない人とかね、これからやりたいなと思っている方は、あのぜひ概要欄のリンクから長間さんのフォローしていただいて、DM でね、なんか聞いていただければと思います。失礼のないように、皆さん本気の方だけね、忙しい方なんで、全員に、ね、返信できるか分かんないと思うんですけど、本気の方にはちゃんと本気で返信してくださると思いますので、頼ることがやっぱビジネスの第一歩だと思いますので、頼って真似して、やっぱ行動する。まあ、DM 一本送るのにもすごく緊張すると思うんですけど、そこはね、勇気を振り絞ってアクションすれば、長間さんみたいにね、こう、なれるかもしれませんので、ぜひね、概要欄のリンクから皆さんお問い合わせいただければと思います。この企画はですね、紹介者さんを最後に聞くといういいともみたいなことをやらせてもらってまして、前回、新崎みのり先生からご紹介いただいたんですけど、長間さんも誰かちょっとご紹介いただけますでしょうか。先ほどお話ししました、はい、エステティックグランプリの、はい、関西支部っていうのがあるんですけれども、うんうん、次期、エリアマネージャーということで、はい、矢野みゆきさんですね。矢野みゆきさんという方、はい、エステサロンのオーナーさんですね。はい、お電話しても大丈夫ですか。あ、電話していただけますか。ありがとうございます、はい、叩きが半端じゃないです。やっぱり緊張しますね。スピーカーでお願いします。これいつも緊張するんだよな。もしもし。今ちょっとだけにいらっしゃうんですけど。あ、はい、すぐ終わります。矢野さん、次出ていただけますでしょうか。あ、はい、その心得ております。ありがとうございます。あ、かつやちょっと申します。初めまして。はい、初めまして。ぜひ次回お会いできるの楽しみにしてます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。すみません、お忙しいところありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、失礼します。失礼します。はい、失礼します。はい、うわー、出てくれましたね。危なかったですね。なんか忙しそうでしたね。もう次お客さん来るんですみたいな感じ。よかったよかった、ありがとうございます。ということで、次はエステグラの有名な方、矢野さん来ていただけるということなので、次回もね、矢野さん編ぜひ楽しみにしていただければと思います。ということで、今日もね、最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。本気の方はね、ぜひ僕でも長野さんでも通っていただければと思いますので、2人でね、皆さんのことをサポートしていきますので、ビジネス成功させてお客さんを喜ばせる人が増えてくれると、嬉しいかなと思います。ということで、今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ではまた。全身脱毛15分は結論から言うと絶対に無理です。ジェルを塗って拭き取る作業で15分以上かかると思いません？僕の中で皆さんにね、他の脱毛器、見るときもそうなんですけど、選んでほしいのはホームページでトップページのところでね。